皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはやる前からできないを想像しないということについてお伝えしてみたいと思います。コンサルをやっているとですね、クライアントさんからいろんなご相談とかは受けるんですけれども、割と多いのがですね、これがうまくいかなかったらどうしようとか、このやり方だとできないような気がするとか、こういうふうに動いたら不安だ、うまくいかない、いかなかったらどうしよう、自信がないとかね、そういうことをよく相談されることがあるんですけれども、結論から言うとですね、自信がないとかできない自分っていうのを想像したらできないですよ。少なくともですね、自分はそれができる、やれるという前提で動くということが必要なので、できないと思いながら動いたらやっぱりそれができないことになるし、できない前提で動こうとすると本当はできる道を見つけることができる目があるかもしれないのに、その目を自分で摘んでしまうことになるんですね。だから何かをやっていないうちからできないという自分を想像しない方がいいです。はい、これは私が営業時代から心がけてることというか、先輩から教わったって言えばいいことなのかもしれないんですけれども、法人取引とかってやってるとですね、お客様って結構わがままだったりとか、無理難題を言うようなケースがあります。で、一旦ですね、それはね受け止めるんですね。やれるやれないは別として、まずその場で即答で判断は下さない、一旦要望を全部受け取る。これは法人営業の対企業さんの時もそうでしたし、あとインテリアコーディネーターやってる時も、個人のお客様、家づくり一生に一度っていう方多いですからね、それはそれは要望とかいっぱいあるわけですよ。前によって相反する要望を同時に言ってくることをご本人が気づかないでおっしゃってる場合もあります。だけれども一旦受け止めます。できるかもしれない前提で、だからできる目で探していくということですね、やり方を。これね、できないっていう目で見ると可能性を全部潰してしまうことになるので、まず一旦受け取ったものはできるという前提から考えると大概のことができる。で、本当にできないものもあります。で、その時には優先順位を決めていただくっていうことで、ベストは無理でもベターは提案できるっていうことありますよね。だけれども花からそれをできないという前提で動いてしまうとアイディアも浮かんでこないから、まずこれをできるという前提があって、でそれをするためには何をしたらできるんだろうって考える方がよほど建設的です。だからできないっていうことは想像しない、まずできるからスタートするっていうだけでもゴールがね随分変わってくると思います。私はいろんなチャレンジをするんですけれども、できない前提からまずスタートしないです。すべてできるという前提からスタートします。そしてその基準は何なのっていうと、人間がやったことであれば自分も一応人間なので、時間はもしかしたらかかるかもしれないし、死ぬほど努力しないとできないかもしれないけど、一応人間がやったことであればできるっていう前提で物事は考えます。だとするとかなりできちゃうことになります、全世界のほとんどのことが。なのでできるかできないかって言われたらやってみないとわからないっていうのが答えなので、まずねやる前からできないっていうことを想像するのはやめましょう。全てできる前提で考えてどうやったらできるのかって考えるだけで随分と世界が広がると思いますので、そんなイメージでね、ご自身のそこに今ある課題とかを取り組んでいただけるとだいぶ世界観が変わるかもしれないというふうに思って、今日はそんなことをお伝えしてみました。それでは